はい、2015年1月7日今日は美容学校に入学したらまず初めに習うであろうワインディングという技術の上巻きのやり方を紹介します。まずこのロット幅、現在はどうなのかわからないんですけど、このロット幅よりもちょっとこの爪の部分分ぐらいをちょっと薄くスライスを取ります。で、スライスを取るときはこう頭の丸みに合わせてちょっとこういう風に丸く取っていく感じですね。で、2回ぐらい後ろからと前からだったり後ろだったり、まあ、それは好きなようにしてもらって、で、このカメラアングルで見てほしいところはここですね。人差し指を使って左持ってる毛束を持ってるところと人差し指、右手の人差し指でまっすぐのバランスを取るということですね。で、巻き込んだらもうよく力を抜いて毛束を端まで持っていきます。で、ここでゴム掛けもなるべくこうねじれないようにですね。はい、で、次の角度からは同じように取ったら、今度巻き込み部分、巻き込み部分でゆっくりします。上げたらこれで髪の毛を巻く、ペーパーを曲げてこの親指でクイッと入れ込んで、で、しっかりと噛んだら力を抜いて毛束が端まで行くように。で、ちょっとこのウィッグはカットウィッグなんで実際のワインディング用ではないのでそこまで綺麗に密度がないんですけど、こんな感じですね。で、次、はい、じゃあ最後に、まあ、一番目線に近い角度から同じようにスライスを取ったらペーパーをこういう感じで、で、このように人差し指でまっすぐをしっかり取って左手で食い込ませる。これテールを使ったりする人もいるんですけど、あれはワインディングの大会とかですね、そういうところに出るような人はまず使わないやり方で、すごい短い髪の毛を巻く時にそれはできないので、きっちりと指で食い込ませる練習をしてください。はい、ということで今回は上巻きのやり方でした。またいずれちょっとワインディングのウィッグって高いのでなかなかちょっと買えないからですね、ちょっと今回はカットウィッグだったんですけど、またいずれもしかしたら大会用に、まあ、いろんなノウハウ、ワインディングのノウハウなどの動画を出せればいいかなと思います。次回はまたこの一句でになるんですけど、下巻きのやり方を紹介していきます。今日は以上でした。